まあ、普通の子よりは多いけど、この子にしたらちょっと少ないね。600ってなったもんね。体重測りますよ。体重が1週間増えてるって言うんだ。1680。はい、1610。目隠しお願いします。1610。ちょっと体重測ります。すいません。1540。まだ生きてたっけ。これは1545だから。そうですね。水飲んでない割には。うん。あ、大丈夫大丈夫。スタートしてる。一回顔ちょっと普通にしてて、花ちゃんの顔。はい。はい。はい、こっち向き。花ちゃんの顔にしてね。目も耳も悪くないんですけどね、予防ですね、うん、さあ、ね、こっち向いて歯と、うん、まあまあまあピンク色ですね、うん、まあでもね、本当に元気な声が若干薄いです、うん、でもまあこの子にしたらまあまあピンク色ですね。はい、目隠しお願いします。お腹触ります。いつもに比べたら柔らかい。やっぱ水の量飲むのが減ると柔らかくなってきますね。なんか水飲んだらあれなのね。ねえ。固くなるね、そうですか。あんだけ。でもまあ岩触れます。岩触れるけどなんかこの子にしたら柔らかいね。結構大きいですね今。5分の2ぐらいかな。はい、この脈ぐさす。この調子でこのままの水の飲み量を引き続けて。おしっこもじゃ減ってるってこと？おしっこも減ってますね。減ってます。性格はどうです？性格はいつもどおり、もともとこんな感じなんでいつもどおりですか？まあ、でも 手からは食べる。もともと手からは食べるので、あの手探して私の部屋に出てきたりはします。でもアルベルさ、ちょっと怖がりだからさ、うん、時間が許す範囲で手からやっててくださいね、はい、手から食べさせて声かきをしてもらうというか。はい、目隠しお願いします。でもね、今だってこの子薬飲んでないですよね。今飲んでないです。飲んだよね。 OK、 分かりました。ちょっと抗生照射療法だけやらさせてもらっていいですか、はい、見てきて、100の1分。はい、よいしょ。100の1分で、はい、胃が頭、1分頭、はい、スタートして、そして1分頭、目隠ししてね、この辺頭と、それからお腹に、特にお腹の上の方、はい、保湿して。よいしょ。よいしょ。あ、でもこの間は硬かったよね。この間その前も。ここ最近では一番柔らかい。わかりますよね。わかります。ね、あれないなって、なんか異物感があるじゃないですか。うん、あれないなって。でもね、やっぱり岩触れてるんですよ、これね。うんうん、でもこれ岩触れるけど、この方にしたら本当に柔らかい方ですよね。ね、はい、いいよ。それ止めて。VD にして、あ、仰向けにしてくれるよ。1の3。お、そんなに汚してない。おしっこの量も減る。おしっこの量が減ると、いや、この様子が少なくなる。ひどいと、なんかひどいことになってるね、この顔、うん、はい、じゃあ体全体、
これもう一人はもんちゃん。どうしたの、どうしたの、どうしたの、大丈夫だよ。びっくりした、びっくりしちゃった。そうなんですか。Go to トラブルってやつですか。四国の方に。いいですね。止めますか、一回。はい、止めます。